ヨルグ・アルベルツは、ドイツ出身の元同国代表の元サッカー選手。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。ユース時代は、地元の PSV メンヒエングラートバッハやボルシア、メンヒエングラートバッハでプレー。1990年に、ホルトゥナ・デュッセルドルフとプロ契約。ミドルレンジ・ロングレンジからの強烈なシュートで、ファンから、ザ・ハンマーの愛称で親しまれた。 チームの二部合格もあって1993年にハンブルガーエース V に移籍。チームは注意をさまよう停滞期であったが、チームの象徴とも呼ばれるまでに成長し、2シーズンにわたりキャプテンも務めた。ウォルター・スミス監督率いるレンジャーズに1996年に移籍。1996年のレンジャーズは、昨シーズンまでに8連覇を達成し、 1966から1977年にセルティックが成し遂げた前人未到の9連覇に肩を並べるカイナカの一世一代のシーズンであったことからアルベッツへの期待の高さが伺える加入後すぐにレギュラーを獲得ブライアン・ラウドルップ・バリー,ハー・ファーガソン・ポール・ガス・コインらと共に9連覇に貢献また1997年1月のオールド・ファームと 故障される宿敵セルティックとの大一番で記憶に残る FK を直接ゴールに叩き込むなどファンからの人気を不動のものにした。スミス氏の後任、ディック・アドフォカーと監督時代はしばしばベンチを温める試合もあったが2001年5月には月間 MVP に選出される活躍をしている。アドフォカードの構想外になった影響で2001年にフルスハンブルガ SV に復帰。 しかし、ハンブルガーも、クルト・ヤーラ監督の下で、チームの刷新気流が上昇している頃で、最高年俸であったアルベルツは、対談を選択せざるを得ない状況となる。レンジャーズへの復帰を希望していたが、後営リーグの上海進化移籍。上海進化では、中国代表と岳や、元ユーゴスラビア代表、ディアンペトコビッチらと共に1995年の優勝以来、 シルバーコレクターに甘んじていたチームを優勝に導いた。自身も足玉先生に選出された。中国での輝かしい活躍の後、2004年に SPVGG グロイターフィルトに移籍。翌年に自身がプロキャリアをスタートさせたフォルツナ・デュッセルドルフに復帰し、2007年に惜しまれつつ引退した。2008年3月14日に、 レンジャーズ時代のチームメイトであるジョン・ブラウンの要望を受け、クライド FC と短期契約。契約翌日のスターリング・アルビオンでデビューを果たし、FK で得点もしている。ファーストディビジョンプレイオフ戦とジョンストン戦においても、FK で決勝点を挙げ、チームのファーズとディビジョン残留に貢献した。クライド FC では、合計7試合に出場し、2度目の引退に入った。 ありがとうございます。